はい、ニョコジャラツロです。皆さん、久しぶりのマインクラフト実況なんですけれども、まあ、マインクラフトは、前は朝起きて、あ、マインクラフトの世界でね、それで、一日を過ごして、で、また夜が明けて朝になる。それまでのね、あ、もう今ちょうど朝ですね。朝から朝まで約10分間ぐらいを、まあ、動画にしてたんですけど、今回そちらの続編です。まず、この前家建てたんですけど、でも、もっとね、家を良くしていきました。で、今回することは、とりあえずですね、洞窟を探検して、なんかワクワク感を得たいなと思って、いろんなものに出会いたいんですよ。ひたすら掘ってるのもつまんないじゃないですか。だから、とりあえず今日は、まあ、洞窟をね、探検していこうかなと思います。それでは、行きましょう。てか、そもそも洞窟がここら辺にあるかはわかんないですね。洞窟探しから行きましょう。で、こちらは影モッドを入れているので、いい感じですね。綺麗です、やっぱり。覚えてますか？こういう家でございますよ。寒いですね。洞窟ないかな。あ、それではなんですけど、この前4000人登録者数突破しまして、本当にありがとうございますね。それで、質問コーナーをやったと思うんですけれども、まあ、もう、その質問コーナーやったばっかなのに、もうすでに登録者数が5000人いったって、あ、ちょうど5000人の時に洞窟を発見しました。本当にありがたいことです。ではね、今回、ちょっと、すぐに5000人行きすぎて、行くのが、早すぎて、ちょっと質問コーナーやるか迷ってるんですけど。あ、行き止まっちゃった。だから両サイドにいい感じの穴があるんで、ここに松明を置いて帰りましょう。まあ、こういう時もありますからね。でかいのがあった。で、皆さんどう思います？向こう、向こう。おい、何これ。核爆弾落ちてるみたいな。なんか、どうなんでしょうね。質問コーナーやってくださいっていう気持ちもあると思うんですけど、あれ、俺、家の場所わかんなくない？ないかな。大丈夫だ。え？大丈夫かな？まあ、いっか。いずれは分かるさ。どう思います？皆さん、質問コーナーやった方がいいかな。今そこで悩んでます。洞窟ないね。一回家の前に戻って、戻れるか分かんないんだけど、でも下に直に垂直に掘って、で洞窟に当たるまでやりましょうか。それで当たんなかったらもう一回やるみたいな感じにしましょう。わった、落ちた。やっぱ綺麗ですね。おおおおおおお、さっき行った場所、さっき行ってないよね。さっき行ったね。でも反対側行ってなくない？こっちの水が入ってる。え、何やこれ。さっき行ってないよね、こんな場所。何やここ。一回行ったね。俺一回行ったんですか、ここ。全く覚えてないね。結構前のことだから。プライベートってか、動画にしてない時に行ったのか、なんか洞窟探検みたいな時に行ったのかな。ちょいちょいちょっと、この松明の綺麗な感じがなくなるのがね、悲しいね。しっかりしろよって感じ。鉄を回収いたしました。おお、鉄めっちゃあるじゃん、ここ。鉄天国。鉄は嬉しいよね、ほんと。鉄は
なくてはならない存在だと。よいしょよいしょ。もうね、僕の小学校はあと何日だろう、あと1週間後ぐらいだね、に冬休み入ります。冬休みやることとかあります？皆さん予定みたいなあったら教えてください。おお、鉄。この動画軽く雑談をしつつの前から実況みたいな感じ。鉄鉄鉄鉄鉄鉄。ない、なんもないんだ。戻ろう。さっきからね、ゾンビの声がうるさいんだけど、近くにはいるよね。コンクリートつけばいいよね。ゾンビちゃん。カラーとか言ってますよ。おー、いたー。怖い。やめてくれや。どこやし。死にたく、よし。死ななかった。死ぬのだけは、雲がいたし。ほら、雲。戦おう。戦おうぜ。戦いましょう。来たー。やだ、やだ、やだ、えい。雲、マジック。曇ってるわ。なんか下にある。降りるのやだな。降りるの怖いから慎重に行こう。あ、また雲が入った。てか洞窟の中行ったら夜が明けるとかわからなくないですか。まあ、この実況は、まあ、夜をずっと過ごすわけじゃないんで、普通にまだ夜なんだけど、もうベッドで寝ちゃって朝にしたらもうその時点でね、次の日の朝来たので実況は終わりということになります。ああ、ついてる。こっちとつながってるわけ、ね、この洞窟面白いな。ふんって言った。鉄とかいろいろありますけど、とりあえず奥に進んでみようか。へえ。こう松明って普通もうこういうところに置くじゃないですか。こう地面がないところにやると、ほら手を振ってるような音がします。てかもうなんかクリスマス仕様になってまして、マイクラもなんていうの、一番初めのなんていうんだろう、オープニング始める、一番初めのところですか。コウモリさんだ。ほら、ごめんね。何をしたかったんだ。なんていうの、オープニングみたいな、一番初めのところがクリスマス仕様になってました。背景がね、雪がすごい降ってて、そういう感じになった。てかね、マイクラやる自体をやることが久しぶりです、本当に。ただいまって感じ。よし。そろそろ10分になるので、この洞窟から抜け出したいところなんですけど、どっからどう抜け出せばいいのかわかんない。どっから来た？基本と計画性がないですよね、あれ。おお、ここだここだここだ。めっちゃ階段みたいな感じ。どうぞどうぞ。はいはいはい。どう行く、どう行く。この場合どうしたら、こうしてこうしてこうですね。よいしょ。
よいしょ。なんかマインクラフトってすごい、アドベンチャー系のゲーム好きなんですけど、僕マリオとかカービィとかそういう系ね、確かに面白いんですけど、まあ、最近オデッセイとか出てますけど、まあ、やっぱステージとかがあるゲームはなんていうの、最後まで楽しめというか、ざっくりした後って楽しみがなくないですか。てかもう10分超えちゃったんだけど、外に出られないから、次回洞窟から脱出になるかもしれないです。今回ここで、あ、夜だ、出れました。こいつはということで出れたので、とりあえずあれですね、トゥルルン、 15% になっちゃった。見えるよね、見える見える。家に帰れるかだ。まだ朝になってないんだけど、とりあえずもうそろそろ終わりにしようかなっていう感じしましょうか。じゃあちょっと今回はというわけで、次回家を探せるのか、そしてこの、落としてしまった、死んでしまったこのもうあれはどうするのかです。お楽しみに。というわけで今回のマイクラ実況ね、すごい自分でも予想外でした。いやー、まさかね、まあちょっとね、ないとすぐに死ぬと、あーやめちゃった、死ぬとは。というわけで今回はこちらの靴下です。いただきます。デリシャス、バイ。